どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。今回はじゃな、Z シェルターサバイバルをやってみたいと思うぞよ。ラジオみたいのが完成することになったのでちょっと完成させてみようじゃないか。それでは早速やってみるぞよ。これこれこれ。もともと壊れていて修理するための素材が集まったのでリペアと行こうじゃないか。おう、なんぞこれ、レトロなラジオじゃな。このつまみを回してじゃな、合わせてみるぞよ。なになに？英語じゃからな。おそらく商人とトレードする素材がここに書いてある。うむ。もう一箇所はなんぞ？パスワード4シェルター130789と書いてあるぞ。これは例のあれじゃな。バンカー的なところのパスワードではないか？ふむふむ、やはり似たような感じじゃのう。おう、ここはなんじゃ？レコードのような絵が書いてあるが、何もなさそうじゃな。ということで、トレーダーとある場所のパスワードがわかるレビを。せっかくじゃから、トレーダーと取引をしてみるかのう。よし、着いたぞよ。矢印の方向に進めばいいのじゃろう？いたいた。ほう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 。弓が交換でもらえるってことじゃな。よし、ポチッとな。これでトレード完了じゃな。あれ、弓が入っておるか？ああ、メールのところかのう？あったあった。ということで例のごとくこのイベントがあるようじゃ。さて、次に行ったことのないところを攻めてみるぞよ。それはじゃな。パトロールステーションじゃ。パトロールステーションじゃ。じゃな。ここここ、パトロールステーション。まあ初潜入ということでじゃな、行ってみるぞよ。うぬぬぬ。ゾンビが連なってこっちに向かってきているじゃないか。まあ、ゾンビというのは集団で歩いておるからのう。そういうこともあるな。また群れでこっちに向かってきておるじゃないか。なんだこのマップは、群れで襲ってくるのう。しかし、強くはないゾンビで助かっただのう。ドクロマーク1のマップじゃしな。敵はそれほど強くはない。うぬ、なんぞそのドラム缶。自分が燃えたではないのか。ドラム缶を叩くと爆発するみたいじゃな。ゾンビが集まったところで叩くといいのじゃろうか？しかし、自分にも被害があるみたいじゃのう。あ、射撃武器でドラム缶を撃てばいいのか。あいにく今は射撃武器を持っていないというな、わら。とりあえずここらのゾンビを倒してじゃな。この建物の中にゾンビがおったか。なんぞおい。もう一匹ゾンビが隠れているのではないか？ゆえる。邪魔くさいのう。ワンコがやられてしもうた。なんぞこのデブゾンビ、スロー攻撃してくるではないか。範囲攻撃を使ってくるから、スローは危ないのう。ここいらのゾンビの持ち物を回収しておくかのう。うぬ、ここに何かあるぞ。ほうほうほう、なるほど。見覚えのあるアイテムたち。これは前にも出たことがあったのじゃが、設計図的なものみたいなやつかのう？必要枚数があるみたいじゃな。その枚数を集めるとロック解除ということかのう？今出たのはこれこれ。あと、2枚必要じゃのう。コインでもアンロックできるみたいだが。ということで先に進んでみよう。さて次は何じゃ？行き止まりじゃないかよ。行き止まりじゃないかよ。この何やってんじゃわし。ということでじゃな、パトロールステーションはあんな感じじゃった。
ワンコが負傷しちゃったので餌を与えといてじゃな。今回はラジオを修理とトレード、パトロールステーションをやってみました。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録、評価、コメント等をお待ちしておるぞよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。